皆さんこんにちは、古仙田塾の古仙田です。受験の思い出をですね、いろいろ今までの回で話してきたんですけど、くだらない思い出の一つとして、なぜか私高校受験の時に、食べたお昼ご飯は未だに覚えてるんですけど、おにぎりだったんですけど、中が北海道ならではですね、筋子のおにぎりだったんですけど、私筋子のおにぎりがすごく好きで、なぜかそこのことだけもう鮮明に覚えてたんですよね。で何の許可だったかわかんないですけど、昼直前の業界の時にずっと早く終われと思ってて、筋子のおにぎり食べたいってずっと思ってました。高校入試ね、別にテンションが上がるイベントとか、やる気になるイベントだと思うんですけど、なかなかね、嬉しいとか楽しいとかっていう風に感じるイベントじゃないので、せめてね、お昼ご飯ぐらいは皆さん好きなものをですね、お母さんに頼んで、お家の人に頼んで、作ってもらうとちょっとテンション上がっていいかなと思いますので、ぜひ試してみてください。いきます。今日ですね、中1、中2の英語ということで、What を使った、疑問文の話をしていこうと思うんですけど、結構簡単というか、それなりにもう知ってるよって方多いと思うんですけど、WH の疑問文を作るときに、やっぱ英語って結構日本語とは違った、形の変化というか、ルールが適用されているので、そこをしっかり押さえておくことで、What 以外の、ね、他にも、Who とかね、when とか where とかね、そういうような wh、how とかね、疑問詞に入りますけど、疑問詞という何か聞きたいときね、何か分からないことがあって聞きたいときに、聞くような疑問詞を使った文というのが上手に作れるようになってきますので、ぜひポイントチェックしてみてください。まずポイントをちょっと先に行こうと思うんですけど、2つあります。聞きたいものやことがですね、まず what になるよね、文の中で聞きたい部分があるんですよ、ここね、不明、はてな、ね、見えないから、相手に聞いて、明確な答え、ね、イエス、ノーじゃないです。はい、イエローじゃなくて、何か具体的にこれだよっていうふうに言ってほしいみたいな、部分を、what、ね、にすると、ね、何っていうふうになると。で、これ簡単に意味なんですけど、次に2個目、作り方に関しての話なんですけど、what が先頭だよ。これ、疑問詞全般において、これ必ず頭の中に入れなくちゃいけないんですけど、英語っていうのは、何とか、これ何なの、いつなのとか、そういうね、聞きたい部分が必ず先頭に来るんですよ。だから、英語ってね、割とね、パーンとこう言いたいこととか、はっきりと最初に言っちゃうんですよね。こうだとか、私はこう思うみたいなことを言ってしまうタイプの文化というか、そういう文化があるからこそ、そういう言語にも現れているっていうことをしっかり、感じておいてください。日本人結構ね、いやー、どうですかねーとかっていうふうに濁したりする言語なので、結構最後の方に結論を持ってくることが多いんですけど、英語は先に聞きたいものをパーンと言っちゃうと。さらに、what が先頭であり、後ろの部分は疑問文なんだね。疑問文の作り方ね、皆さん大丈夫ですか？do you とかね、does he とかね、can you とかね、そういったものをいろいろ、あったと思うんですけど、後ろは必ず疑問文の形なんだよ。しかも、今までになった疑問文の形です。だからここで、語順がね、ごちゃごちゃになってて、しかも、後ろが疑問文になってる。で、全体見ると、初めて見る文だ。っていう風になっちゃう人多いんですけど、そうじゃなくて、部分見てみると、今まで習った疑問文じゃんと。ただ単純に聞きたいものが先頭に来て、what に変わって先頭に来てるだけじゃんっていう風に考えると、今まで習ったものの組み合わせなんだなっていう風に思えるので、しっかりそういう風に考えて、奇襲のもの、前に習ったものと関連付けて覚えていくと、どんどん先に進めますから、頑張ってみましょうね。じゃあちょっと例文を実際見ながらやっていこうと思うんですけど、例えばね、丸コード書いてある肯定文ね。否定でもない、疑問でもない、単純な文ね、こここうだみたいな、こここうますみたいな感じですね。じゃあ、You like baseball ね、You like baseball とあって、あなたは野球が好きですよというふうな文があります。ね、あなたは野球が好きですよ。じゃあ今回、その聞きたいものとかこと、つまり、あなたが何好きなのか知らないと。ね、つまり、ベースボールの部分がこうモヤモヤとね、なんだろう、この人何好きなんだろうってなるんですね。そうなると、ここがハテナだね。なんだこれ、つまりこれ聞きたいものやことなので、このベースボールの部分が What に変わるのね。 What で、さっき言った通り先頭に来るんですよ。後ろに来ますありますよね、普通ね。日本語だとね、あなたは、ね、何が好きですかというふうに結構仲間に入っちゃうんですけど、英語はその何ってなった瞬間に前の方に来る、バーンとね、 What で、その後あと残った部分 You like ね、 You like、 この部分は先ほど言った通り疑問文なんですよ。ちゃんと what の後ろは疑問文になると。you like の疑問文ね。つまり好きですかみたいなことですよ。あなた好きです
ですか？これ Do you ですね。 Do you like ね、 What do you like ってことになると、なので後ろの、まあ、基本的に後ろのことが多いんですけど、聞きたいものとかが、これ聞きたいな、What に変わった、先頭に持ってくる。後ろの他の部分ですねは、What の後ろ、疑問詞の後ろに置いて疑問文の形になるんだよ、疑問文の形になるんだよっていうふうに覚えておくということですね。じゃあ他の文も見てみましょうか。カッコ。He plays a piano ね、He plays a piano ね、彼はピアノを弾きますよという文なんですけど、今回じゃあ彼が何を弾くのかわかんないですね。何弾くの、もやもやもや、ハテナになっちゃう。ハテナになったら聞きたいものことなので疑問詞に変わると。The piano は、なんか物、楽器のことなので What に変わって、セントに来る What。あと He plays ね、これ注意ですね。こういうところでこけちゃうんですよ。What ばっかりに集中しちゃって、いつもの、He plays どうやってやるかな、でどうやって疑問文にするのかなっていうところでこけちゃうと。Plays っていう S がついた形、つまりこれ三人称単数現在形、三単元の S がついているので、この場合は Do ですか Does ですか、もちろん Does ですね。 Does を使って Does he play ね、ここの Plays の S も落ちますよね。こっちに S を持ってかれるので Does he play、 それで出来上がる疑問文が What does he play ね、 What does he play ね、彼は何を弾きますかね、そんな部分になってくると。じゃあもう少し複雑な文とか込み入った文でやってみようと思うんですけど、カッコさんね、 They will give you some flowers ね、 They will give you some flowers、 ちょっとなんかいろいろねこちゃこちゃこちゃって大変なんですけど、まあ中1ね、ちょっと中3の内容ちょっと入ってますよね。 They は彼らですね。 Will はこれからするよって未来を表すの助動詞と呼ばれるものですね。で、Give はあげるよと。 Will の後ろは必ず動詞の原型、これからすることを動詞の原型を置いてあげて示すと。あげるでしょうみたいな。誰に言う、あなたにあげるですね。Give の後ろにすぐ置いた人っていうのは与える相手、あげる相手なんですね。で、そのあげる相手が分かったら、その次に来るのがあげるもの、何あげるのって来るんですよ。つまり Give you some flowers っていうことは、で、何本かの花をあなたにあげるでしょう、彼らはあげるでしょうっていうのが文になると。じゃあそこで何あげるのか分かんないとね、サムフラワーズが、何もやがかってハテナになったら、これがワットに変わる、ワットに変わってセントに来る。その後波線の部分っていうのは疑問詞ですよね。疑問詞さあ、まあ、中1の方ちょっと難しいかもしれないですけど、中2の方はですね、 will っていう助動詞が来た場合、これどうやって疑問文にしますかね。あなたにって聞くときだったら you will が will you になると。助動詞の疑問文の作り方は be 動詞と同じ、 be 動詞と同じような感じ、ひっくり返すですね、助動詞と主語を入れ替えて、are you とかね、みたいに will you とか形になると。ってことは今回も but will they、ね、they will がくるっとね、先頭に助動詞が来て what will they give で to つけるって言うんですけど、どっちもいいです、what will they give you、ね、あなたに彼らは何をあげるのでしょうか、ね、何をあげるのでしょうかっていう文になるんですね。ということで最初ね、いきなり多分こういう範囲で日本語ね、彼らはあなたに何をあげるんでしょうか、英語にしなさいとかって言われたら大変なんですよ。なのでポイントとしては疑問文の作り方全般、入試に関わることもそうです、もし疑問文を作りたいと思って、なんか日本語書いてあって英語の疑問文にしなさいって言われたら、一度それを肯定文で考えるんですよ、ね、だからつまり、例えばこれだったらですね、彼は何を弾くんですか、彼は何を演奏するんですかっていうのを疑問文にしなさいって言われたら、大抵の、問題に慣れてない中学生の方はどう何から始めたらいいか分かんないってなっちゃうんですね。じゃあ彼は何を弾きますかっていう部分を、彼はこれこれを弾きますみたいな文にしてみるんですよ。彼はこれこれを弾きます、そういう肯定文だったら結構皆さん作れるんですよね。彼はこれこれを弾きます、ああ He play、 まあちゃんと S で plays ね、で何々とかって書けばいいんだなってなって、あ、その何々が分かんないから疑問詞に変えて What ね、 What に変えたら He plays を疑問文にして What does he play とかってなると、あ、疑問文できたってなるので、一回、日本語を肯定文にして、肯定文を英語にして、英語をルールにのっとって英語の疑問文にするっていうことをやると、結構ですね、意外と時間最初かかるかもしれないんですけど、確実に点数取れます。最初何したらいいんだろう、一文字も書けないっていう人が一歩その先に進めるようになるので、
この考え方、一度考えてみてやってみること、もう非常にお勧めします。ぜひ皆さんですね、勉強に立ち止まっちゃった人ね、入試の問題解いてみようとかね、ちょっと入試問題で入試レベルの問題チャレンジしてみようとなった時に、あれこれどうやって解くんだろうっていうふうな、英訳、は日本語の文を英語に変える文は結構疑問文で出されるんですね。なぜかというと語順は難しいからね、皆さんが間違いやすいから、正答率とかを調整しやすいからということで結構出されるので、それに屈しないようにね、ぜひ皆さんの頭の中でこういうふうに考えたら絶対成功できるぞみたいなやり方を、やってみたらいいかなというふうに思います。今日はですね、基本的なワンワットの文なんですけど、そういうところからじゃあ疑問文ってどうやって作ればいいんだ、どういう仕組みになっているんだってことをちょっと細かくね解説してみました。ぜひですね、入試問題にもこんな基礎的なところですけどつながりますから、ぜひ復習して勉強頑張ってみてください。今日はありがとうございました。